決めた。クリリンさん、よくもクリリンさんを。クリリンさん、あいつを助けるよ。無駄だ、すぐ死ぬ。クリリンさん、助けなきゃ。そんな心配をしてる暇はないぞ。このまま退場して理性を失うと、ここまでパワーが引き出せるのか。貴様、ただのチビではないようだな。今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。しかし相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけだ。ちくしょう、俺たちの考えは相当に甘かったらしいな。でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな気を感じる。お、俺とそっくりだ。ナメック星人か。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの願いが叶ったのか。よかった。いろいろと事情を知っているようだな。ならば俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが、見殺しにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすれば、フリーザにでも勝てたろうに。何？再び神のやつと同化して一人になりさえすれば、フリーザって野郎の力さえしのぐというのか。そうだ、私はフリーザに圧倒的にやられはしたが、あいつの力はよく分かったつもりだ。今さらどうしようもないことだ。それに俺はあんなやつと二度と同化する気はない。私と同化すればお前のその力が数倍にもなる。何？貴様と？時間がない。早く私の体に手を置け。いいだろう。試してやる。絶対にフリーザを倒せ。貴様に言われるまでもない。まさかこんな、なんという力だ。今行くぞ、ご飯。この力があれば勝てる。どんな奴である。雑魚がいるようでな。どうしたベジータ、助けに来んのか。なんであいつが。
何？あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳！ベジータ、今だ！攻撃してくれ！よかった、死んでいない。すぐに直してあげるよ。そういうことだったのか。何してんだよ、ベジータ。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよ、デンデ。ありがとう。頑張って。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。バカな、あのチビも確かに死にかけていたはずだ。何か来るぞ。ピッコロさん、待たせたな。ち、誰かと思えば俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。いえ相手の実力もわからないバカが、やれるものならやってみるがいい。これまでのナメック星人とはどこかが違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやる。さっきは悪かったな。貴様を舐めてたんだ。だが
想像以上にできるんでな、実力を見せることにした。俺もだ、本気でやろう。どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか？何？貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ、この俺に対する地獄以上の恐怖を。変身だと？よし、先に絶望感を与えておいてやろう。どうしようもない絶望感をな。このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す。その変身をあと2回も俺は残している。その意味がわかるな？なんだと？そんな見せてやろう。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が言っても無駄だ。それよりこの俺を半殺しにしろ。え？ふう。お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。化け物め。どうり？ちょっと拝見。キムさんから受けたダメージがなくなってる。じゃあ、先行。チッと。おおおお。せやわね。俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活した時に強さが増すことは分かっただろう。さっさとこの俺を半殺しにするんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。いくら大嫌いなお前、もうすぐカカロットは。よし、この姿のままでもあなた殺す前に。今のうちなら。何？この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。
なんだ、フリーザか。変身が完了したんだ。デンデ、お願い、ベジータを直してやって。もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿は見えてきたぞ。あれがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったが、すまなかったな。お前たちを助けられそうもない。あのナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか皆さん。約束でしたよね、地獄以上の恐怖を見せてあげるって。なんてスピードだ。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやれる。ガキどもには見えなかったようだが俺には見えるぞ、貴様の動きがな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー。相変わらず冗談きついね。カカロットの出番はないで。見えてるぞ。そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。くたばれフリーザかな。
そんな。俺には、これが限界だというのか。今度は、こっちからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは、生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に。恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。信じらんねえ。力がどんどん湧き出てくる。自分でも怖えくれだ。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お父さん。悟空。まだゴミが残っていたのか。カカロット。カカロット。そうか。お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。さっきまでのカカロットじゃない。とうとう限界の仮面を。スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパー
サイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士スーパーサイヤ人だ。フリーザー、もう貴様はおしまいだ。ザマーミャ、知ってたはずだろ。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろ。カカロット、まだそんな甘いことを。スーパーサイヤ人じゃなかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっと慣れたはずだ。よく聞け、カカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃ なかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は、あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに。貴様の両親も俺の親である王も全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の天って。やっとくたばったか、ベジータ。おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはでっきれいだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人たちや、ここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザをやっつけて。
楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったなあれで半分の力だっちゅうんなら、このまま十兵衛海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20兵衛までなんとか引き上げるしかねえ。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。ねえ、お父さんの気がずいぶん減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。海王の言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め、今のは痛かった。痛かったぞ。さっきの勢いはどうしたんだ。とうとうパワーを使い果たしてしまったのか。もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい、元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。あ、まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと気を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せば、この世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。
太陽じゃない。なんだバリだ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ、さっさと元気玉とやろう。完成させちまえ。すまねえ。どいつもこいつもこそこそと鬱陶しいハイどもが。あんなところにも。まったく人をイライラさせるのがうまいやつらだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミに捨てやる。よし、できたぞ。やれ。しまった。こんなもの。よう、無事だったか。はい。お父さんたちは、お父さんたちすぐ近くにいたから、まさか一緒に巻き込まれたんじゃ。ピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬもんか。クリリンさん、かすかに気を感じます。本当だ、よし、行ってみよう。はい。お父さん。悟空、やったな。さ、蹴るか。お、なんだクリリン、すっかり忘れてた、ブルマさんのこと。脅かすなよ。そんな。フリーザだ。ピッコロさん。貴様ら、一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。
さん。ほら、ピッコロ連れてさっさと地球系で。早くしろ、ご飯。俺の犠牲がちょっとでも残ってるうちに。はい。なんだ、あいつの変化は。まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ。スーパーサイヤ人に。俺は怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。星は壊せても、たった一人の人間は壊せねえようだな。何者だ。とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクシオチクシオ。終わりだ、フリーザ。言っておくが、俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だがこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられるが、貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ。しまった。チッ、パワーを抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ、 100% の力を。覚悟しろ、フリーザ。貴様がフルパワーに何年待っているのか。最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。
待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。悟空が苦戦しておる。このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。そんな、何か手はないものか。待てよ待てよ待てよ。おい地球の神よ、聞こえるか。はい海王様、聞こえております。シェンロンは今すぐ呼べるか。叶えてほしい願いがある。はい、ドラゴンボールはすでにミスターポポに集めさせております。これから海王様にお世話になった者たちを生き返らせようとしておりましたが。地球のドラゴンボールは一度に複数の者を生き返らせられるのだな。では寿命で死んだ者を生き返るかね。残念ながらそれは無理です、自然史では。だがある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ。そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれとな。いい、時間がないので簡単に説明する。地球のドラゴンボールでフリーザたちに殺された者たちを生き返らせる。それでおそらくナメック星人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいるものすべてを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。なるほど、考えましたね海王様。というわけですまんが急いでくれ、ナメック星そのものが消えてしまいそうなのだ。え、そういうことでしたか。では今すぐ。さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。なぜ私が現世に。ナメック星の最長老よ、私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。というわけで、そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろう。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たちすべてを地球に送ってくれと。わかりました海王様、お心遣い感謝いたします。ですがシェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを変えてくれ。その願い、フリーザとこの俺を除いた者たちすべてをに変えてくれ。き
ておったのか、悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。でんでよ、最長老だ。最長老様、質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。はい。さあどうした、願いはもうないのか。では最後の願いを。あれはドラゴンボール。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを無くしにしろ！しまった！ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリト、ロンロンパ、パピッポ、パロ！いいだろう、了解した。では、ここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。No!